皆さんこんにちは、キラキラさんのカカオです。そうです、ママこっちにいます。はい、今日は毎回恒例の日本から買ってきたもの全紹介行ってみたいと思います。久しぶりですね、なんかこうやって2人揃って企画で喋るのね。うん、ことから行こうか。そうまはね、今回ほとんど買ってないんです。あのみんなほとんどそんな買ってないの。塩今回はね、塩も結構買ったから。塩もそんな買ってないのよ。塩のもここにあるからね。レッツゴー。まず時系列でなるべく行けたらいいんだけど、まず東京ディズニーランドで買ったんです。何を買いましたか。せーの、はい、プルート、プーさん。あとヘッドバンドも買った。あ、買った買った。いや、あとソーマー写真載せておきます。あ、そうそうそう、ソーマーぬいぐるみ。これは小樽水族館っていうね、 すごい気持ちいいよね。北海道の水族館で、ビーバーか。あるこの東京に行った時にジブリの店に行って、キキの勝手にどっか行かないで。キキの靴下買いました。可愛いよねこれね、すごい。自由で買った。これいいよね。自由で買ったネックレス。あ、ハートのネックレス。あ、これダイソーでめっちゃ使った。あ、そうね。鏡。これ100円200円ぐらいだね。200、300円か。これ今でも使ってますね、もちろんね。めっちゃ使える。そんな安いの ?200 円とか300円、うん、そうだよ。あ、ウィーゴーで買った可愛いキャミソール。パッドついてるからブラジャーつけなくていいやつね。これみんなさ、え、これ可愛いブランディで買ったのって聞かれた。あ、ブランディマルベル？あ、ブランディメルベル？なんだっけ？ナオベオで。ブランディメルベルに似メルベル？ブックオフでこれ。はい。明るい緑の。そうそう。もうまだ T シャツ忘れてる。アバクロンビーの T シャツ。あ、アバクロの今度 T シャツもそこブックオフで。これ今ブックオフで買ったもの紹介ですね。そしてこのかわいい。これかわいいよね。これに、今度ショーツ買いたいんだよね。短い工業じゃなくてショーツ買って、うんうん、その上にとか着た。ね。で、ユニクロで、このなんか、カーディガン買って。安くなってたんだよね。1990円になってた。うんうんうん。そして、これがユニクロで買ったドラえもんの T シャツ。そうそうそう。これかわいい。いや、これ前学校で来ました。こういうの着てても別に何も言われない？何書いてんの？あ、言われてみんな。あ、そうなの。プロカン。電気屋さんに行って、突然欲しがりました。あ、そうそうそう。これすごい気に入ったよね。このバッグが、あーちゃんが誕生日プレゼントで買ってくれました。うん、そうそうそう。これは、東京で、キキの靴下買ったところの同じところで買って、これは、親戚と、キャンドゥ？あ、キャンドゥね。そう、キャンドゥ。100円ショップね。そう。でもそれ100円じゃないよね。もっと330円。でも安い。安い。かわいい。サンリオにしてはかわいいし。その目がハートみたいな、なんかアメリカで見たことない。この。ハト無限してるね。これなんだっけ、なんかで見てほしいって言ったんだっけ。いや、これはただクリーム欲しくて、これ。上にあるよね。うん。この。化粧水。このリップ買いました。どこのメーカーそれ。ローミアの。これ何？スキージャンプのところで買ったやつ。大倉山さんシャンゼか。無印で買ったビューラー。ビューラー。そう、でもあれ買った、デカベタシ。可愛いスティッカーつけた。デカベタシ。無印？はい。ハサミ。まあね。使ってんの。と、そしてインク。とそのケースを買って。ケースも別売りだったもんね。そうだそうだ。この鏡も買いました。私も。あ、今年セリアでいろんなもの買ったんだけど、ちょっとスティッカーでも閉まっちゃったから。そうだね。スティッカーは死ぬほど買いました。死ぬほど買いました。ほらこれにつけとかスティッカーとか。ようにね、セリアで買った、めっちゃちゃんとつくんだ、ね、今つけときな、可愛いから。そうそう、セリアのこのこういう挟む系のやつ、めっちゃ落ちなくていい。あらかい。そしてこのちっちゃいハンカチ買いました。学校に持ってってる、ね、結構学校につけてってます。つけてます。して三つ編みしてそこにピーとかね。いや、いろんな、こういう感じ、こういう色のヘアアクセサリーってアメリカ本当ないのよ。そしてこれダイソーで買いました。可愛いピアシングとかいっぱい買ったけど、ちょっと上にもう閉まっちゃってるから、うんうん、100円ショップからまだ100円で会ってくれたことが私は嬉しいよ。あ、ね、そしてこれも本当最初の方に買ったハニー&ハニー、なんかめっちゃ有名な。あ、そうなの？アメリカ。はなんかちょっと言わせて。すいません。ヘアマスカラ。あ、アホ毛？いや、こうやってつける。めっちゃいいですもん。フィノのヘアオイル買いました。そして、これが多分一番大きいプーチェスで。自分でそう買った中ではね。
1万8000円ぐらいしました。ああそうなんですよ。何だと思う？カメラです。古いデジカメです。これがサケンドストリート、うん、あーちゃんと行ったんだよね。いや、あーちゃんと歩いてきて、これめっちゃ可愛いスカート。可愛いよ、これマジで。違う、本当にいっぱいあったんだけどさ、ね、先のシートもうめっちゃ綺麗なものあるじゃん。ある。ちょっと高めで、うんうんうん、もう一つこれにしました。なんかね、私たちがびっくりしたのはね、そのブックオフもそう、セカンドストリートもそう、置いてるものの状態が本当にいい。本当に良かった。新品みたい。そのアメリカにもさ、そのなんていうの、セカンドストリートみたいな店いっぱいあるけど、もう触れないぐらいちょっと。汚いのよ。本当 T シャツとかさ、これパジャマにもなんないんじゃないってぐらいヨレヨレのところも平気で売ってるから、もう日本のこういうの状態の良さにびっくりした。Yes。そして、ああそうそうそう。ペコちゃん。ペコちゃん。それ飾ってんの？飾ってる？まだ飾ってない。まだちょっと部屋きれいにしたら飾りたいから。そうだね。しかもちょっと冬だから暑っぽいしね。いや、大丈夫。そういうの関係ないんだ。ブックオフ全部さ、すっごいいいもの、めっちゃ安い。まあ、ブックオフ見た瞬間日本に住みたいと思いました。そうそうそう。これこれ、これ中野ブロードウェイで、これ1個買いに行きましたよ。でもこれ330円だよ。ね、そこのおじさんとめっちゃ喋りました。めっちゃなく。あ、これも買ったの？買ったんだっけ？どこで買ったやつ？ブックオフ。これめっちゃ可愛くても買っちゃいました。ね、もうずっと見たかったんだけどさ、もうブックオフマジ何時間いたってくらいいたよね。これも可愛かったから買ったけど、ちょっとあ、見して見して、ちょっとね、ハゲてるね。いや、ハゲてる。ジョージア、ジョージアの缶コーヒーで多分昔なんかついてきた、ドキドキに行って、もう新品だよ、新品。じゃ次はノンタンの、これガチャガチャね、これガチャガチャ、ガチャね。これはイオンのクレーンゲーム専門のとこで取りまくったの。キャンドゥ買ったイチゴのベル。あ、忘れたけど、ね、めっちゃこれ可愛かったから。気に入って買ったよね。ガチャでね。ガチャ。ちょっとめっちゃ振らないで見えないから。これも親戚と、うん、あ、そうあのガチャガチャ屋さんの、これもブックオフで買いました。うん、CD。あ、CD 結構買ったよ。ランプの好きな大好きなバンドの。これ全部ユーズで米津玄師の CD 3つ買いました。ね。でも残念なことに CD聞くちゃんとした機械がうちにはないの。メイク用品に今回一番お金使ったかもね。ペリペラのパレット、ウェイクメイク、うんうんうん、のいっぱい色使ってる。それすごいいいね。色がなんかちょっと似てる色がいっぱいあるけど。そう、違うんだ。ごめんなさいね。これかわいいの。これ親戚と島村行った時に、もうシオンとこともめっちゃもう驚きました。驚いたね。これシオンね。これシオンの。これもめっちゃ可愛いけど、コツを伸ばす。ね。これはもうずっと前から日本に行ったら買うって決めてた。いや。資生堂の一番基本のピューラー、これが一番いい、私も。Yes。ラブアイナとデジャブの、うんうんうん、めっちゃ細いやつ。うん、これさ、親戚にレコメンデされて、メラの CCC とキャンメイクのパウダーチーク。このマスカラのセット気に入ったよね。めっちゃ気に入ってる。これすごい。これめっちゃすごい。いや、これはキャンメイク。これ結構気に入ってるね。ああ、そうですね。このなんか、うんうんうん、あの、キバ感のやつだ。そうそうそう。でも、ちょっとこと、キバ感はしないので。キバ感じゃない。え、それって言わなかった？タバ感。タバ、タバね。OK! 待って、何が出てる？これが、うん、これも最初の方に買った、うん、フェイスパウダーで、はい。はい、以上ですか？以上。総額いくら使ったんだろうね。計算したの？途中からやめました、計算するの。考えたくなくて。あ、ちょっと返してね。今回ソーマはほとんどお金、物には使わなかった。だからさっきも言ったようにクレーンゲームばっかりしたからね。うん、でクレーンゲームは3分の2は何も取れなかったのね。最初のうち分かんなくてね。大物狙いしてさ。うん。頭つけてみる。あ、来た、来ちゃう、来ちゃう、来ちゃう。早く早く早く。はい、いいよ。じゃあソーマの見せてもらう。はい、そうは、クレーンゲームでこれ。そう、それやったよねー。クレーンゲームで3個くれ、うん、え、まだ食べてない。それ忘れるから出しときな。忘れちゃったよ、だから今食べる。あ、不便ね、それね、鳴らしまくったよね。そうだ、そうだ。これかわいい、これ、うん、クレーンゲームね。これ、なんか3個あったんだけど、全部なくなった。お、
ごい、すっごいうるさいよ。すっごいうるさい。エンジン。あ、それもね。それでこの2つが最後、うん、一番クレーンゲームでいいやつね。うん、これ。あ、そうそう。じゃーん。これ。それいろんな形できるの。前に持ってみせな。あれは最高。いけた。あー、はい、よし。え、見して。見せてやった。見して。見せて。でこれね、大きいやつをコトちゃんと取ろうと思って2000円ぐらい費やして。シオンの買ったものもちょっとパパッと、本人はいないけど、コトのさん、ハサミ貸していい？すごいね、なんかね、リップをめっちゃ買ってた。あともう同じ会社の2つあるでしょ。これ？そう、それもそう。あのね、マジでね、あのリップ日本のやつが一番いい。キャンメイクのジュエリーシャドウデア、あ、そうなの？親戚にどっちだったかな、自分で買った。これまあ、まあ、次回絶対行こう、日本のディズニーストア。いや、なんか今回そんな行けなかったんだよ、ところ日本語すごい可愛くて、日本のディズニーストアのものがもう感動して、全然ディズニーファンとかじゃないのに、娘たちもね。いや、もうエレサもなんか3つ4つ買って、2つ3つ買ったのかな。何これ、ジャンボパフパフ、パフ。ちょっと開けていいの？え、すごい。これハンカチいっぱい買ってたんだよね。もうこれ2個だけだけど、もう本当にいっぱい買ってた。これはね、札幌でね、一目惚れして買ったの。で、すっごい似合ってたの、色がね。コンタクトケース、ミキティの可愛いこういう可愛いのないから、アメリカの。これドンキで買ってたね。あ、ドンキなのそれ。いや、ドンキでいっぱい買われちゃったんだよね。コットンは本当買えばよかった。なんで買わなかったのよ。これは新品でした。ほら、日本でサッカー少年団入ってたから、それでトレーニングシューズ。わ、来たな。あ、やだ。これすごい気に入って買いました。レッツゴー。はい、私買ったものもスーパーマッハでいきましょう。これはね、もう行く前にゾゾでオーダーしといて、安い時に。白いバッグと、なんかこの中に入れて、こうこのマツツと、なんか紐の、ちょっと大きめ、紐長くもできる。これは、無印のもう定番 T シャツ990円、白、半袖白と、すごい品物いいんだもん。だって何回洗濯しても全然ヨレヨレしないし、日焼け止め死ぬほど買ってきた。あれ6個ぐらい買ってきた。あとメイク落としね。あと普段使ってる、私も何年間もこれ使ってるんだけど、これ DHC なんだけど、アメリカで普通に買うと55ドル、でもこれ多分3000円ぐらいで買えるから、4つ買ってきた。これマキアージュの化粧の下地とか、そういうの細かいもの買ったのと、あと今回は卵焼き用フライパン買いました。あ、 あれね、すごいことね。うん、知ってる？普通さ、ああいうやつなんかピカピカ見えるじゃん。うんうん、なんか白いピカピカ。あれ、青いのね。だってダイヤモンド。ダイヤモンドなんだよね。はい、それと、こちらのココネ。クレームシャンプー&ヘアオイル。And hair。こちらのシャンプーがね、日本でちょっと使っててすごく良かったので、これ2つ、これ2つずつゲットしてきました。匂いしてみていいからね。これがレモンの匂い、なんかね、すごいいい匂いするよ。頭につけてスースーしてる。そうなの、清涼感がすごいあって、あ、うん、洗った後にギシギシ感はないし、さっぱり感はあるし、ツヤツヤ感はあるし、トゥルトゥル感はあるし、本当に最高なんで、後でちょっと使い方を紹介したいと思います。はい、こちらに彗星のごとく現れましたわ、ココネクレイクリームシャンプー。年齢を重ねるごとに髪の悩みって増えるけど、私は特に出産のために髪質が変わり、うねりも強くなっていきました。一時はあれ、アフリカの血入ってたっけと思うくらい髪にパンチが効いていた時期もありました。しかも悲しいことに、髪がパサついているだけで実年齢より5歳ぐらい老けて見えちゃうという辛い現実。私も子供たちに後ろから見たらあちゃんと同じと無邪気に言われ、人知れずへこんでました。髪質改善したいけど、お金も時間もかけられないという多くの女性におすすめなのが、このココネ。ココネはその名の通り、泥のようにもったりとしたテクスチャーが特徴。流れ出てこないので、お子さんにも使いやすいですよ。まずは予洗いで汚れや油分をしっかり洗い流してから、その後水気を切った頭皮をマッサージしながら髪全体になじませます。1本に6つの役割、オールインワン。オールインワンってそんなうまい話あるかいと思って使い始めたけど、予想の8割増しに効果が実感できて正直びっくり。前回の動画で泡立たないことに関して不安とのコメントも見かけましたが、ちょっと待った、実は
市販されている泡立ちの良いシャンプーは合成界面活性剤が含まれているため洗浄力が強すぎて必要な皮脂まで洗い流してしまうんです。これまで黙々に泡立てて洗ってた私の47年どうしてくれるの。今までそれが正義と教えられて信じて生きてきたんじゃよ。おいコラボ、ココネは細かい泥のスクラブによって頭皮の汚れを吸着してしっかり洗い流してくれるのでとてもスッキリ。シャンプー終了。普段は浴室で頭のマッサージをしながらゆっくりするのですが今日は寝とふりでもチラッと見て待ちますか。はい、流します。この流した瞬間からココネの効果を実感。もうね、トゥルトゥル、ずっと触ってたいぐらいトゥルトゥル、もうトゥルってどうしようってぐらいトゥル。はい、流しましょう。その後は普通にドライヤーで乾かすのですが、私がココネが好きすぎてゲットしたものは次のうちどれでしょう。1番ヘアオイル、2番ごま油、3番エンジンオイル。正解は3番エンジンオイルなわけなくてヘアオイルです。でまたこれがいいのよ。ドライヤーの熱に反応してキューティクルを整えてくれるっていう優れものなので乾かしてる端から指通りが滑らかで、私が今触ってるのってこれ紙？これシルクだっけ？紙だっけ？これシルクだっけ？ってなるとかならないとか、とにかく本当にツルツルでサラサラになるのでぜひ体験してほしいです。はい、こちらの写真、翌日起きたばかりでもこのまとまり具合、このまま外に飛び出していっても誰も私が寝起きヘアだとは気づきませんよ多分。今私は、シャワーを浴びて出てきました。めっちゃあのココナのいい匂いするんだけど。するよね。ソマはさ結構好きでさ、毎日夜とか使ってるよね。知ってる。お風呂から出たらあの匂いプンってしてすごいいい匂いする、ね、結構長く匂い、前さママ風邪ひいてたママのベッドで寝た時、うん、ソマ起きて朝 まだ匂いした。本当に。あ、そう頭皮もあの年齢とともにこうやってカッカッってで匂い嗅いだら臭くなってくるんだけど、このココネ使ったら次の日シャワー浴びる直前にこうやってキキキってやっても臭くないのよ。これはかなりあの加齢臭を抑えてくれると思いますよ。オフ会の時すごいことちゃん髪の毛褒められてたよね。めっちゃサラサラって言ってくれたし、ママも言われてたよね。ママもあの数名の方にあの年の割に髪綺麗ですねっていうあの年の割には多分言われなかったけど、あのツヤツヤですねって言ってくれた方がいました。これ使ったとさ、リンス使わなくていいからめっちゃ楽だよね。そうなの、これコンディショナーとかしなくてこれ1本でいいからすごい楽ね。今回は私があのココネをアメリカに持って帰ってきちゃうぐらい好きすぎて、こう日本のね、一人でも多くの視聴者の方に試していただけるようなお得なキャンペーンを組んでいただけないでしょうかってココネの方にお願いしたところ、キラキラ USA× ココネの YouTube 特別セットを作っていただきました。シャンプーとかトリートメントとかさ、いろんなものをこう買い揃えるよりもココネはこれ1本で済むので、すごくあのコスパがいいし、変な話場所も取らないし、あの浴室もスッキリできるからすごくそれもいいなって思いますね。ごちゃごちゃいろいろ置かなくていいって。通常価格3780円のところ定期初回価格でなんと約 48% オフの1980円プラス送料無料。しかも今回このチャンネルからだと特別に通常価格2900円するヘアオイルが無料でついてきます。お店で買い揃えるより圧倒的にお得になるので、まだ試したことない人にはあのトゥルトゥル感をぜひ味わってほしいので、概要欄やコメント欄のリンクからぜひ購入して試してみてね。 Thank you!